全骨髄急性白血病タンパク質は PML 遺伝子のタンパク質産物であり、ミル RNF71PP8675 トリム19の名称でも知られる。PML タンパク質は癌抑制タンパク質であり、PML ボディと呼ばれる核内構造体の組み立てに必要とされる。PML ボディは細胞核のクロマチン管に形成される。 これらの構造体は哺乳類の核に存在し、一つの核には1から30個程度存在する。PML ボディは多くの細胞調節機能を持っており、プログラム細胞子、ゲノム安定性、抗ウイルス機能、細胞分裂の制御などに関与している。PML の変異や血質、それに伴うこれらの過程の調節異常は多くの種類の癌と関係している。 急性前骨髄急性白血病の患者を対象としたグリニャニラニオル1996年の研究での知見まで PML の機能はあまり理解されていなかった。この研究において a p l の患者の90%の核型で相互転座が起きており17番染色体のレチノイン酸需要体遺伝子と15番染色体の PML 遺伝子が融合していることが初めて明らかにされた。その結果生じた PML、PM ラル、ア r ファー融合遺伝子は、正常な PML とラルアルファーの機能を妨げ、血液の線愚細胞の最終分化を阻害して、癌の進行のための未分化細胞の蓄えが維持されるようになることが示された。この病理学的文脈への示唆によって、 PML 遺伝子は大きく注目されることとなった。PML 遺伝子はおよそ5 3ットの長さで、15番、染色体の長腕上に位置している。10個のエクソンから構成され、選択的スプライシングによって15種類以上のアイソフォームが生じることが知られている。アイソフォーム間では、シマッタンドメインに差異が存在する一方、遺伝子の最初の3つのエクソンによってコードされている。 トリパルタイトモチーフはすべてのアイスフォームに共通している。トリパルタイトモチーフは亜鉛結合性のリングフィンガードメイン B1、B2 ボックスと名付けられた2つの亜鉛結合ドメイン、そして RBCC2 両対価ドメインと呼ばれる2本のアルファヘリックスからなるコイルドコイルドメインを含んでいる。PML 遺伝子は転写、翻訳、翻訳後の段階で、 制御されている。遺伝子のプロモーター領域は、スタット・インターフェロン調節因子、P53 の標的配列を含んでおり、細胞機能への関与の複雑さが示唆される。選択的スプライシングによる調節に加え、タンパク質産物は、アセチル化やリン酸化といった翻訳語就職を受ける。C 末端は、カゼインキナーゼによってリン酸化されるセリン残器を含んでおり、 他にも、リン酸化の標的となる、チロシン残菌やスレオニン酸菌がいくつか存在する。PML のリン酸化は、スモ結合構素ワック級による、リングドメインへのスモタンパク質の負荷を引き起こす。このスモ化は、細胞周期依存的に行われる。PML は、自身や他のスモカタンパク質との相互作用に必要な、スモ結合ドメインを含んでいる。 PML の指基地ン化とスモカの双方がプロテアソームによる分解を誘導し、PML の細胞内における不安定性の調節の手段として用いられている。PML は細胞質で翻訳されるが、N 末端に各極在化配列が存在するため核内へ輸送される。核内ではスモカされた PML は RBCC ドメイン同士の相互作用によって、 多量体化する。これによって、核マトリックスに結合するリング状の構造が形成され、PML ボディが形成される。リング状のタンパク質多量体の端からは、タンパク質の糸がリングから伸びて、クロマチン繊維と接触しており、PML ボディの核内での位置とタンパク質の安定性が維持されている。アポトーシスジのようにクロマチンがストレスを受けると、PML ボディは、 不安定となり微小な構造へと再配置される。これらの微小構造は PML タンパク質を含んでいるが、通常 PML ボディに結合している相互作用タンパク質の多くは含まれていない。PML ボディは核内でランダムに分布しているのではなく、他の核内構造体であるスプライシングスペックルや核固定、または遺伝子に富転写が活発に行われている。 領域と結合しているのが一般的である。特に PML ボディは MHC クラス I 遺伝子クラスターや P53 などの遺伝子と結合することが示されている。この結合の正確な意義は不明であるが PML ボディが特定の遺伝子部位の転写に影響を与えている可能性が示唆されている。PML ボディは様々な機能を持っており細胞の調節機能に 大きな役割を果たす。PML ボディはそこに極在する様々なタンパク質との相互作用を通じて広範囲の機能を果たす。PML ボディで行われる特異的な生科学的機能は他のタンパク質のスもかのための良いサンディガーゼとしての機能であると考えられている。しかしながら実際の機能は未だ不明であり、PML ボディの機能については 核内のタンパク質の貯蔵、タンパク質が蓄積して翻訳ご就職が行われる場、転写への直接的な関与、クロマチンの調節など、いくつかのモデルが提唱されている。PML ボディによる転写調節機能としては、PML ボディはいくつかの遺伝子の転写を増加させ、一方で他の遺伝子については、転写を抑制することが示されている。 PML ボディはクロマチンのリモデリングの過程を通じてこれらの機能を果たしていることが示唆されているが不確実である。PML ボディが核内における位置や核内の特定の領域で相互作用するタンパク質または PML ボディに含まれるアイソフォームによって機能が異なる構造体である可能性もある。この転写調節に加えてタンパク質複合体が DNA 損傷反応を媒介することが PML ボディの観察から強く示唆されている。例えば PML ボディの数とサイズは DNA 損傷を感知する ATM や ATR の活性の増加とともに増加する。この核内構造体は DNA 損傷部位に極在し、そこにはその後 DNA 修復や細胞周期チェックポイントに関係するタンパク質が強極在する。 PML ボディが DNA 修復機構と相互作用する目的は未だ不明であるが DNA 修復タンパク質と PML ボディの強極剤は DNA が損傷してからしばらく経ってからであるため PML ボディが DNA の修復に直接関与しているとは考えにくいむしろ PML ボディは DNA 修復に関与するタンパク質の貯蔵部位としての機能を 直接的な修復の調節、または DNA 修復とチェックポイント反応との媒介によって DNA 損傷への反応を調節している可能性がある。しかし PML ボディがチェックポイント反応の媒介、特にアポトーシスの誘導において役割を果たしていることは明らかである。PML は P53 依存的、非依存的アポトーシス経路の双方において 重要な役割を果たす。p m l は P53 タンパク質を PML ボディに呼び寄せて活性化を促進するとともに、MDM2 やハウスプといった P53 の調節因子を阻害する。アポトーシスの誘導に P53 を利用しない経路においては、p m l は CHK2 と相互作用し、自己リン酸化による活性化を誘導する。 これらの二つのアポトーシス経路に加えて、ファスによって誘導されるアポトーシスもフラッシュの放出に、関して、PML ボディに依存している。フラッシュは、その後ミトコンドリアに極在し、カスパーゼ8の活性化を促進する。他の研究では、PML ボディの細胞老化、特にその誘導への関与が示唆されている。PML ボディは、細胞老化特異的ヘテロクロマチン構造と、 名付けられた、いくつかの巨大な凝集体を形成する。数の変化に加え、PML ボディは周期の段階に応じて異なるタンパク質を結合しており、その構成に関しては生、科学的に大きな変化が起こっている。細胞周期の S 期の間、クロマチンの足場が DNA 複製を通じて変化するため、PML ボディはバラバラになる。 PML ボディの小断片への物理的な解体は G2 期において PML ボディがより多く形成されるよう促進するが一方で PML の発現レベルは上昇していないこの過程は PML ボディが結合している染色分体の方向性の維持または DNA 複製フォークの完全性の監視に役立っている可能性があると考えられているインターフェロンアルファー ベータ、ガンマの存在下で PML の転写は増加する。この PML の発現上昇に伴う PML ボディの数の増加は PML ボディへのウイルスタンパク質の隔離をもたらすと考えられている。PML ボディに取り込まれたタンパク質はその後スモ化されビリオンは高級的に不活化される。PML タンパク質は以下のタンパク質と相互作用することが示されている。 ありがとうございます。